沖縄市は78年前に降伏調印式が行われ、沖縄戦が公式に終結した9月7日を市民平和の日に定めています。これに合わせて記念行事が開かれ、桑江幸男市長が平和の尊さを未来へつなげるための大切な日として平和の輪を広げてくださいと呼びかけました。このあと市の平和大使に任命されている中学生らが登壇し、南部戦績をめぐって学んできたことを発表した上で、手話ソングを披露し平和への思いを発信しました。